third things third. Send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい、こんにちは。ジユです。はい。本日は、ワゴニストさんのミーティング in 兵庫に来ております。あ、書いてる。鍛冶屋の里メッセミキ今日は、天気がいいですね、はい、前回と比べて、はいはい、前回はボクシーとエスクワイヤーとノアのイベントだったんですけど、はい、今日はオールジャンルですね。おいろんなお車がありました、はいはい、早速見ていきましょう。よしこっちから行きましょうか、はい、なんかありますね、瀬名さん。やばいですね。え、あ、焼きそば。なんか食べ物屋さんありますね。朝も食べてました、こいつ。これは新型の。うん、知ってんの？ランドクルーザー。おー知ってんの？知ってます。かっこいい。これホイールでえぐいな。でっか。単造ブラッシュド。やば、高級感半端ない。何インチこれ ?24 ぐらいか。24って書いてますね。24 35ある。やばこれ多分4本でセナの車買えるで。え買える買える、絶対買える。そんな高いんですか？高いの。めっちゃ懐かしい車止まってるやんけ。めっちゃしゃっくれてるみたい。いやもうミニバンの火付け役やでこれ。SMX 懐かしい。超下向いてますね。ほんまやな。お、いやすご真っ黒。お、レイズさんの。あ、レイズさんですか。うん、A、これね。あ、レーシングナット。あ、なんか出てます、うん、あ、SSR。うん、最近覚えました。この CHR かっこいい。うお、すごっ、うん、いい色してますね。すごいよ。え、うわこれやばい。すげえ。これやばいよ。うわ何これ後ろ。やばえぐ。え、どうなってるんですかこれ。わからん。すごすごいな。マフラーもなんかすごい形してる。え、うん、すげえやん。 CHR はここまでやれるんですね。オーバーフェンダーもかなり出てる。ここの厚さ、うん、リム、リム、はい、もうお腹いっぱいになってきましたね。おお、何側なんでしょうかね。クロコダイル町。クロコダイル町です。知らん。今名付けた。見た感じボクシーとかも多いですね、うん、やっぱ多いな。あとアルファードが多いですね、うん、すごい。おかっこいい。いました。いました。お久しぶりです。車に挨拶してる。お久しぶりです。新しいなお前。1ヶ月ぶりです。ほんまやな。やっぱ目立ちますね。目立つな。すごいな。お、これはこれは何ですか。当ててみーね。何やこれ。当ててみーや。ベルファイア。おお。え、音で見つこ。うん、やった。うわこれベルファイアですか。ベルファイアやな。やばいねこれ。これもう何これ。これどうボンネット開かないしよちゃん。え、ぶち込んでんもんな。何これ。俺はもうボンネット開けないぜスタイルやな。え、そうなんでやっていけるんですか車って。スライドドアどうなるやろな。
おお、スライドドアももう壊しちゃったんですかね。壊しちゃって開かない仕様にしたんですかね。すげえ。開けたくても開かないです。わあ、後ろも外向き組んでる。うわ、すげえ。すごいやん。お、エアサスも、イデアルさんのエアサスインストールされてます。これはやばいな。やばいな。すごい。ハリアーもあるしね。ハリアお、ボンネットグラインダーしてるやん。グラインダー、うん、あ、またあれや、角度によって、うん、すごい。これってな、顔もこんなんしたやん。あ、かける角度によって全然顔違うくない。そうしたいです。あ、ボクシーゾーンちゃうんこれ。お、ボクシー多いで。どうすか、うん、結構、うん、お、ちょっと待って。何いました。ジール。お、ネックパッドついてるやん。うわ、ええ、ほんまやん。さっき見逃してた。ちょ、セナ、あのガラスに映り込んどって全然映ってないんけど。ネックパッドついてます。よう見つけたやん。やっぱ、オーナーさんはおらんな。オーナーさん、あ、オーナーさんいました。あ、ネックパッド、はい、これ YouTube 出ますけどいいですか。ありがとうございます。オンラインショップで買ってくれたんですか。店舗行かせてもらって。あ、そうなんですか。僕いなかったですよね。あ、マッスー、あ、マッスー、 あ、そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。すごい。そういうこともありますよね、うん。いや、嬉しいですね。すげえ、白カーボンになってる。もう見たことない、うん。あ、見て、俺らああいうの配られてへんけど。え、何ですか。ほら、うちの会社のロゴ入ってるやろ。お、ほんまや。え、もらってないですね。今日じゃんけん大会あるらしいですけど、また協賛してるんで。私は絶対勝ち残るんで。お前じゃんけん勝って取り返せよ。全部自分のものにします。うん。なんかほんまにジャンケン弱い。一生もできないんですよ。お前も歩いて帰れよ。乗してください。スクワイヤーもかっこいいですね。めちゃめちゃ引っ張ってんなこれ。うわ、うわー、すげえ。すげえやんこれ。危ない、これレーシングナット。めちゃめちゃ尖ってるやん。すごいやん。あ、雲前いましたね。おったな。いましたよ。うん、見た気する。見た気する。お久しぶりです。ハリアも多いです、ね。お、ハリア。やさせな。お。うわ、これはお前。おです。初級でやん。懐かしい。今もこんな綺麗なオデッセイなかなか見れへんで。お前ワイパーの短さ、ほんまやな、足りてない。すごい、すげえ。これ何ですか、レアなんですか。いや、それはもうセナまだ生まれる前の車やから。このクリアガラスもあえてな、この感じ最高。ちょ、かっこいい。セナ、あの写真撮るから邪魔やで、お前映るで。あ、はい、すいません。でもいらずどこで写真撮ってるあるから、うん。お、ここにもグラインダーあるよ。すごっ、好きやな。これどうやってやってるんですか。ステッカー。ちゃうちゃう、塗装の前にこうバーッとサンダーでやって、上からああいうキャンディーの塗装してんねん。手間がかかります。 N ボックスやったろか。え、やってください。黒ですけどできるんですか。え、いや、これ黒やけどなってる。あ、重い。これ赤のキャンディーかけたら赤っぽい感じなんで。え、これほんまにすごい。これめちゃめちゃ昔に流行ってん。あ、そうなんですか。うん、アメ車とかそういうの、やっぱ流行りぐるぐる回るから。またやったろか。手間かかるんですかこれ。いや、えぐいで。あ、えぐい。やったろか。え、やってくれすか。これセナの DIY でやったやん。そうです、今日もお客さんに会って、うん、DIY 楽しみにしてますって言ってくださったんです。言われた。
わ、このエステマもめっちゃ綺麗。ナンバースムージングされてる。え、どこにあるんですかナンバー。いや、もう埋めてんねんこれ。え、埋めてる、うん、ほんまはここの辺についてるやん。え、めっちゃかっこいい。あ、じゃあ乗るときはこの辺に置くってことですか。うん、へ、あ、まあ外に取り外し用のやつつけてる時もあんねんけど、ついてるから見えないですね。うん、なさそう。脱着できるようにしてる人とかもおんねん。あ、イベントしようみたいな。そう、暑いな今日。今日なんか暑くなったり寒くなったり。どっち行く？そっち行く？こっち行きましょうか。これめちゃめちゃイケてるやん、この車。引っ張ってますね。おー、すごい。ちょっとエドボックス持ってくればよかったですね。お前エントリーしちゃよかった。誰も見ないでしょうね。いや、誰か YouTube 見てくれてる人、セナちゃんの。あ、セナボックス。セナボックスやん。ちょっと次エントリー勝手にしときます、こっそり。このボクシーもおらんかった、この前。いたっけ。おったやろ、これ。おったと思うで。このホイールどうって言って喋ったよ。覚えてる覚えてる。これえ、挨拶しとけよお前。お久しぶりです。ワークさんのホイールですね。うん、意味3つ。この辺は車種何になるんですかね。オデッセイ。あ、これもオデッセイ。オデッセイデッセイ。お前この石ころ見つけたのか。お前車なかったらお前やられてる。俺砂かけジジイなっとったよ。怖っ。オデッセイやな、ここは。オデッセイゾーン。オデッセイゾーン、うん、ちょ待って。え、なんじゃこのアイシス、なにこれ。ちょ、もうわからん。なんすかこれ。スーパーチャージャーつけてます。すげえ。一応これ80ボクシー用なんで。へえ、こんなんあるんすね。はい。3ZR ですか。3ZR です。あ、へえ。ちょっとエンジンは80ボクシーと違うんですけど、はい、一応エンジンはある程度一緒なんで。へえ。メーカーに聞いたら、もしかしたらつけれるかもしれないって話なんで、でつけてみたいです。すごい。YouTube 載しときますね。あ、どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。私ちょっと後ろを。うわ、こっちもやばいな、これ。引っ張りすぎたん。やば、これすげえな。これはやばい。後ろ走行できるんですか、これ。これ枕にできる。枕にできる。できますね。すごい。これ多分座れますよ。座れんな。もう絶対座んなよ。絶対座りません。うわ、見て、このアロハド、ガルウィングなってるやん。あ、え、わお。は、ガルウィングなってる。すげえ。開き方こうなんすか。うん、スーパーカーや。すごいやん、これ。え、めっちゃ、でも見た目めっちゃ可愛いですね。うん、N ボックスやろうよ。これできます？ N ボックス。いや、わからん。作ったらできるで。できるのであれば、ぜひ。すごいな。いや、なんかリアがどれもかっこいいですね、やっぱ。ああ、お尻が大事や、うん、やっぱり。おお、お、マイスター履いてるやん。唯一無二って書いてる後ろ。お、ほんまや、うん。いや、なんか結構ステッカー貼ってるから全部読みたいんですけど、読めない。セナの N ボックスもステッカー貼ろうや。ステッカーいいですか。唯一無二。無二作っとくわ。いや、お願いします。目立つやつで。うん。あ、アルファード。はい、アルファード。はい、ボックス、え、アルファードか。うちのお客さんです。あ、お前、え、お前や、お前や。はい。あ、これもうやってくれてる。しかも、あ、売ってましたっけ。売ってない。作りたいんですって。すごい。いや、ジール愛に溢れてますね。
ありがとうございます。はい、こっちも、こっちも、こっちも。あ、ごめん。早速、うん。これ岡山県のお客様。ありがとうございます。うん、早速取り付けていただきます。もうなんかあれやわ、うちの車こうすぐ分かる。匂いする。あ、匂い。俺マーキングしてるから。マーキングしてる。今日差し入れまでもらったんですよ。綺麗に乗ってもらってる。え？いますね。最高。じゃあ、ほい。え、じゃあ今日岡山から来られたんですか？やば。タイヤワックスまでしてる。タイヤワックス。ガビガやん。ほんまや。うん。ガビガやん。このアルファードの人も夜勤明け来たらしいで。夜勤明け。夜勤明け爆走してきたらしいで。すごい。いや、マジですか？うん。じゃあ今日一睡もしてない。車のイベントに睡眠時間はいらない。せなお前挨拶しとけよ。あ、お久しぶりです。ピンク色のね、覚えてますね、はい、も。このアルファードも渋い。純ベタ。おお。あれ、これボクシーですよね。いました。じゃあボクシーじゃない、ごめんなさい。じゃあカットしとこう。お前カットすんなよ。カットすんなよお前。それ編集する人の特権なんで。特権やな。おお。すごい。お。何？レクサスなのか。LM 仕様。アルファードなのか分かりませんね。すごい。すごい。こういうの結構お金かかるんじゃないですか？かかる。ね、部品だけで200万円超え。どうしたお前、大丈夫か、行き止まってない。そのまま死ぬお前。よっしゃー、もう一通り回ってきたな。回ってきましたね、うん、最後にこのアルファードを取って終わろう。はい、このアルファードも純ベタでめちゃめちゃ綺麗です。おー、うん、やっぱアルファードかっこいいですね。202やけどビッカビカやんけ。うわ、全部メッキブラックアウトしてる。いかつ、なにこれ。すごビッカビカやな。真っ黒。セナの N ボックスとえらい違いやな。え、いや、私のやつ、あ、そうですね、私のやつちょっとあれかな。お前のいつ見てもアメジュについてる。撮り方わかんないんですもん。これ綺麗やな、うん、おすごいや。黒はやっぱりこれぐらいもピッカピカやったら気持ちええな。いいですね。でもなんかやっぱ雨降るたびに泣きそうになりますね。あ、だって洗車した次の日絶対雨なんですよ。そうやな、これほんまに引く。やば、この角度やばい。ちょっと待ってよ。ちょ、お前邪魔でよお前。お前の足みたいちゃうねん。アルファードの足みたいに最高。わあ、いい角度。さあ戻ってきました。はい、ただいま。疲れたって。お腹いっぱいですね、うん、まだ、あ、もう12時半やん。飯食おう、セナ。今日ラーメンありますか？ラーメン。セナごめん、今日はラーメンないねん、ごめん。え？今、ちょっと絡ましました。お前来るな。しばらく。焼きそばと、うん、焼きそばと、あと向こうにローストビーフ丼あるらしいから。ローストビーフ丼、うん、あとあの、淡路バーガー、うん、クレープ、うん、ああ全部コンプリートしろ。コンプリートか。はい、皆さん、はい、どうでしたか？お腹いっぱいでしょう。腹ペコ。食べましょう、早く、はい。じゃあ今日はワゴニストさんのミーティングということで、はいはい、みんなめっちゃ見とったでこれね。やっぱ目立ちますもん、やっぱ、うん、注文もあのたくさんいただいてありがとうございます。はい、
はい、じゃあ引き続きちょっと見ていきたいと思います、はい、また、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。本日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。